その地位工場に力を尽くした。救命は野口小鶴。斎藤由里は愛知県八名郡石巻村にて野口波太郎の次女、小鶴として生まれた。父の波太郎は旅回りの老局士で、母の菊は村の休暇の娘であったが彼に心を寄せ、駆け落ち同然に所体を持ち、その間に小鶴たちが生まれた。当初、小鶴は両親に連れられて、 工業先の楽屋で幼い日々を過ごしたが、後に、両親の結婚を認めた母の実家に引き取られ、両親が工業に出ると、祖父母の下で育った。しかし、小鶴は3歳の時に高熱を伴うはしにかかり、その後の栄養失調で失明した。9歳時にあんましのもとに、弟子入りしたが、他人の体を揉む行為を好きになれなかった小鶴は、 1902年春に、岐阜性公会訓網院へ入学して、寮生活を始め、同校で学問する楽しさを知った。性公会の青年たちが彼女に読み聞かせを行った。他、小鶴は、全学級非正として、ハリアンを学び、英文医師集の暗記を進んでマスターし、宣教師と共に、外国人の家庭に招かれて、オルガンを弾くなどして、英会話も身につけた。 1908年に岐阜聖公会訓網委員を卒業して、同校の代用教員になり、11月には聖公会で洗礼を受けて、キリスト社になった。1911年4月、コツルの才能を認めた岐阜聖公会訓網委員長は、彼女を、同院の派遣生として、全額給費で、東京網学校師範下ハリアン科に送った。 1913年に同校を卒業して、岐阜君毛院の正教員になったが、2年後の1915年秋に、病院勤務のマッサージ師、斉藤武也と結婚し、東京増志ヶ谷に新居を持つと同時に、斉藤由里へ改名した。1918年、新聞を読んでもらった際に、東京女子大学設立。 女性を一人の人間として伸ばすための教育を行うという記事の文を聞いて心を突き動かされたユリは夫の助言も得て同校を受験した。当時26歳、二児の母にして全盲だった彼女は大学には特別生として受け入れられ、1922年第1回卒業66名の一人として卒業すると東京盲学校同窓会主事として 期間史、むつ星の光の編集に当たった。盲人女性が置かれた地位の低さを以前から憂いていた、ゆりは、1928年11月、武蔵野婦人会を組織し、盲人女性が安心して働ける、新旧あんまの治療所を開設し、編み物や組紐の受産教室も始めたが、3年で、経営は行き詰まってしまった。改めて、1935年に、 東京女子大学学長を講演会長に置くなど、大学関係者30名を中心とした講演組織を固め、要公会ホームを発足させた。一軒家を借りて、機関紙展示クラブを発行し、ハリアン外来治療室、展示教室、編み物教室、展示出版、失明者相談室などを置いて、猛女子の保護、訓練を行ったほか、 地方の盲人の宿泊も受け入れた。ユリは、公園や、現行執筆で得た収入をこの事業に継ぎ込んだが、公的女性がなかったため、4人の子を抱えた、家庭生活は常に貧しかった。さらに、太平洋戦争の選挙区悪化で、東京への空襲が始まると、洋行開ホームは閉鎖せざるを得なくなり、1944年には、 ゆり自身も、養行会のメンバーと共に、浜名湖の奥に疎開した。長女、次女は結婚し、次男は出生。夫の竹谷は、東京に残ったが、終戦後の1946年1月に、東京駅で不慮の災難に愛死亡した。その翌1947年1月31日、ゆりは、風から肺炎を併発し、55歳で逝去した。 盲人女性の地位向上のために尽力した斉藤由里は、道一筋、昭和を生きた盲人たち、で、昭和時代に活躍した著名な盲人100人の一人に挙げられている。また、由りの次女で女優の斎藤美和は、1994年に斎藤由りの生涯制作委員会を結成し、視覚障害者に光を、盲目の斎藤由りの生涯という映画を完成させた。 光に向かって避け、斎藤由りの生涯では、洋行会ホームで学び働いた、淡月夜が、斎藤由りの考えと生き方を紹介している。ありがとうございます。